前のページで、無限に長い直線電流の周りに、このような磁界が現れて、その磁界の強さ H を求める式を勉強しました。この式は、このページで紹介する、アンペアの法則の例として、代表的なものと言えます。アンペアの法則は、アンペールという人が導き出した法則です。では、その法則の概要を、この例を使って説明しましょう。この式の両辺に、2πR をかけて、このような形にします。この 2πR は、この円形の磁力線の一周の長さを表していますね。そして、この磁力線上に、1wbの磁化を置くことを考えます。この位置における磁界の強さは、H だとします。この時、この磁気に関するクーロンの法則から、磁界の強さが、そのまま H として、磁界 M として、1wbを代入すれば、力 F、イコール、H、となりますね。つまり、この1wbの磁化は、磁界から、H ニュートンの力を受けることになります。このことを使えば、この式の H は、1wbの磁化にかかる力だとも言えますので、この式は、一周の長さ、かける、力、となり、仕事量を表していることになりますね。つまり、この式に対して、次のような解釈ができるのです。この直線電流の作る磁界の中に、1wbの磁化を置くとき、磁界がそれに力を及ぼし、それを磁界に沿って一周させる間にした仕事量が、その時の電流の大きさと等しい、という解釈ができます。面白い着目の仕方ですね。さて、アンペールという人が、この考え方をさらに発展させて、アンペアの法則というのを導きました。その導出の経緯は高校の範囲ではないので、結論だけを覚えることになります。次のようになっています。電流の周りを一周するように、任意の平曲線を考え、その曲線上を、1wbの磁化を一周させる間に、磁界のした仕事量が、その平曲線の内部の電流の大きさに等しい、と、まとめました。これがアンペアの法則です。この法則の意味として、磁化がされる仕事量と電流の関係として、電流は、平曲線の中さえ通っていれば、直線でなくてもよい。また、一周させるコースが、このように歪んだコースであっても構わない、という意味を持っています。この法則は、先で習う公式を導くのに役に立つことになります。終わり。